はい、どうも、太郎丸です。2024年4月3日、J1 リーグ第6節、アビスパ福岡戦の振り返りをしていこうと思います。動画の前に私のことを紹介しますよってことでね、いつも通りです。まあ、一時停止して見といていただければ大丈夫です。はい、4月28日にライブ配信やります。鹿島トラスについてやりますので、まあ、1ヶ月についてね、まとめようと思います。いつも通りでございます。ひょっとしたら1ヶ月にまとめないで、試合を一緒に見る時間みたいな感じでやっていくかもしれないですけどね。よろしくお願いします。ということで結果は 0-1 で勝利じゃないです。負けでございます。勝利って書いてあったの多分前節のまんまになってるんですね。いや、前節は 1-0 です。ここしか直さなかったですね。はい、感想はいつも通りエクセルにまとめてあります。ご覧ください。はい、ということでエクセルに来ましたよってことでね、いつも通り全員、寸評書いてありますけど、いつもより少ないと思います。前半の厳しい時間帯をゼロで終えられたのは早川のおかげではあったと思いますけど、結局失点はして1対0で負けてます。まあ、後半ね、ビルドアップの部分で早川に頼る部分が、かなり大きくなってきて、で、まあ、キックの質はね、相変わらず高いなというふうに思いさせられましたけど、やっぱり構造的になかなか難しいもんはあって、まあ、その結果がね、負けた、形になってるんじゃないかなというふうに思います。ノーノに関して、まあなかなかね、攻撃の質を見せられないってところで、まあ中途半端な立ち位置というか、チーム的にですね、中途半端な位置でボールが奪われることが多いんで、まあ仕方ないかなというふうに思います。まあノーノまで渡らないところですね。ただそれもね、ノーノのポジションが少し高すぎるかなっていうところで、ちょっと落ちてもらって、ね、後ろでね、周りを操るみたいなプレーができると、もう少しね、まあ、その辺今日は安西の方ができてたかなというふうに思います。はい、まあ上田に関してはね、やっぱり攻撃の部分というかパスの質ですね。まあ今日はちょっとかなり悪かったですね。結構早川にもね、危ないボール出してましたし、いやー、ちょっと今日はね、ダメっすね。まあ特にね、相手のプレスが強い日っていうのはね、関川、上田の日じゃないなっていうような風に思います。まあ、相手がね、そうやって仕掛けてくると、鹿島的にはやっぱり2センターバックに技術のないって言ったらかわいそうですけど、基本的にそこまで足元の技術のないセンターバック2人なので、そうなるとね、ちょっときついんだなっていうのはね、思い知らされました。で関川っすね、まあやっぱね、これはね、どうしてなんだろうねっていうふうに思う部分なんですけど、時々抜けるタイミングがありますね。彼は90分間集中ができないんじゃないですかね。なんでですかね。どっかでこう、ふわっとしちゃう部分があって、そこでやられてたりとか、今日もね、結構危ないシーンが前半にあって、あそこは多分自分が、ボールプレイしたところで笛が鳴って、ファウルになったんだろうなっていうところで抜けてたんだと思いますけど、そういうね、タイマンプレイがね、いつも腹が立つんですけれども、まあ、ぶっちゃけチャルシッチがいたら、関が試合出れてないと思うんで、まあ、鹿島的には、メンバー的に、構成的にチャルシッチがいないのがやっぱきついんだろうなというふうに思わされるし、ゲームでしたね。まあ、チャルシッチがあればね、途中でね、途中で変えるというか、試合のスタートで、こう、連戦がある日は、チャルシッチ、関川、上田で回していくってことができるんじゃないかなというふうに思いますけど、まあ、今日は、今いないんでね、どの道どうしようもないですね。はい、安西、簡単にね、セットプレーをくれてやれるなっていうのはね、ちょっと気になりましたね。安西だけで3つ、4つ、相手にね、セットプレーを上げてるプレーがありました。そんなにね、なんて言うんですかね、そんなにクリアの方向をマイナスにする必要はないだろうっていう場面もありましたし、まあ相手はね、そういうプレーからリズムを作ってくるチームではあることは分かってるのに、なんでそんなにセットプレーをね、上げちゃうのかってね、去年の福岡戦もそうですね。はい。ちょっと気になります。立ち上がり少々不安定な動きってね、まあ書いてますけど、まあずっと調子悪そうでしたね。まあ、本領発揮はできてないですね。怪我の影響なのか、ちょっと試合がから離れた影響なのかっていうのはありますけど、練習がね、まだそこまでちゃんとできてないんでしょうねっていうような、フィジカルコンタクトもね、そんなに強く当たれてなかったですし、いつも通りの動きっていうのはね、なかなか見られなかったですね。
はい。知念の方がね、セカンドボール回収できてましたね。まあ、やっぱ知念がいることによってチームとしてはありがたい部分が多いんですけど、今日はどうだったんだろうな。自分でもよくわかってないっす。見てはいましたけど。で、名古屋はやっぱね、真ん中で使ってあげた存在感ありますね。右でも、やるっていうのもいいんですけど、土井もいるんで、両方ともね、特徴が似たり寄ったりで、まあ、いろんなことを万能にはできるけど、そこまでね、尖った武器がないんで、やっぱり相手としては対応しやすいだろうなっていう部分もあるんですよね。っていうことを考えると、名護か土井どっちかでよかったなっていうので、は思いました。チャプリッチ、少しね、足にボールがついてなかったので、良さはなかったですね、今日は。連戦が少しきつかったかなっていうのがね、あります。まあ、ノーノもひょっとしたら同じかもしれないですね。両方とも90分間出てるんで。で、チャプリッチはね、まあ、前節途中で交代はしてますけど、やっぱり連戦が少し体力的にきついのかなっていう部分は感じました。45分の部分ですね。まあ、侵入してくるポジションは良かったんですけど、あそこまで行ったらシュートで終わって良かったんじゃないかなって、多少ね、脇に逸れてもシュートで終わっといた方が良かったですね、あそこは。で、ユーマ、まあ、前半の部分ですね、少しバタついてて、落ち着いてボール持てない、持った際にも、相手にパスが引っ掛けられるってところで、まあ、うまくいってないなっていうのは、感じてて、後半には、まあ、少しね、定期を迎える場面もありましたんで、そういった部分でチャンスを作れてたんじゃないかなというふうに思ってます。樋口、まあ、決定機決めたかったっていうのもありますけど、まあ、樋口が入ってリズムができたっていうのは、まあ、相手がね、ちょっとあのタイミングでちょっとふわっとゆるっと、してくれたタイミングだったっていうだけな気もしますけどね、樋口、松村に関しては。まあ、パレジはね、この感じではスタメンに欲しかったのはパレジだなっていうふうに思いましたね。ちょっとね、後半の立ち上がりに、選手を変えるんだとしたら、パレジを入れといた方が良かったんじゃないかなっていうのが、まあ、失点場面までの後半ですね。なぜか鹿島を焦って前にでしたね。もう少しね、ゆったりつなぐとか、まあ、つながせてくれないチームではありますけど、ある程度、つなぎの部分に人数をかけて、後ろで、ね、誘引しながら、プレッシャー回避っていうのをね、してもよかったんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、相手がね、もっとより、前でに人数をかけてきたタイミングで裏を取るようなボールが、上田、関川、早川から出るとチャンスになったんじゃないかなって。これだけでね、チャブリッチがまたブラ抜けできるタイミングができたんじゃないかなというふうに思います。これがね、まあ、川崎戦のね、あの試合はカウンターでしたけど、これを意図的に作り出すようなパターンがあってもいいんじゃないかなって。積極的に前に来てくれるんで、前での3枚がですね、相手の。で、まあ5枚6枚で繋いどいて、後ろから、中盤がまた連動してプレスに来るようであれば、1枚剥がして、またロングボール蹴って、裏で走るみたいなやり方も、人数減らしてやればできたんじゃないかなと思うんですけど、後ろの人数増やしてですね。まあそれできなかったんで、まあこの辺はパレージがいたらもう少しできそうだなというふうに思いました。プレイタイム少ないで柿田に関しては言及しません。まあ、ね、いつも通りの彼でしたね。前半のまとめ15分ぐらいまで、福岡ペースっていうか、まあ前半、これ15分の段階で書いてるんであれなんですけど、まあほぼほぼ福岡ペースでしたね。まあどうにか相手のね、セットプレーを減らす、工夫っていうのはね、欲しいなというふうに思いました。まあセカンドボールの回収がね、かなりできていないっていうところで、まあちょっとね、松岡選手のこと書いてますけど、あの対応、態度っていうのは腹立ちましたね。明らかにいらないところでのアフターファールだったんで、あれいるって相手怪我させるたいだけじゃないので、その後の対応もね、あの態度もなんかね、はなんか全然反省はしてないというか、知念に謝ってる感じもなかったし、ちょっと腹立ちましたね。いや、あれはちょっとないんじゃないかなって個人的には思いました。33分でようやく、まあ崩しがね、できたかなっていう部分が1個あって
って、まあ、シュート自体は、ね、関側の1本だけでしたね。まあ、ほぼほぼ福岡ペースだったですね。まあ、ちょっとね、まあ、鹿島側、ね、福岡側にはね、結構ファールは寛容というか、なんていうんですかね、福岡が犯したファールに関しては結構レフェリー寛容で、鹿島がね、ファールっぽいプレーをすると、まあ、福岡の選手が倒れるとすぐファールになっちゃうみたいな。まあ、関川とかね、倒れてなかったですけど、結構ね、ファールになってもおかしくないプレーは相手あったんで、あれ多分蹴った後ね、関川倒れてたらファールになってたと思うんですけど、そういった部分でね、ちょっと、主審の判断みたいなのがあんまり、こう、ね、倒れたらファールになっちゃうっていうところは、もったいなかったかなって。前半のね、最初のあの、外国人、名前忘れちゃいましたけど、に対して、だからあの、知念が行ったところかな。あれとかね、めちゃくちゃ、軽く行ってたと思うんで、あれでファールなのっていうようなところで基準が決まってたんで、まあ、やっぱその辺、あ、まあ、うまく、福岡の方がアジャストしたなっていうふうに思ってます。まあ別にね、それがいい悪いは審判次第なんで、で、それにアジャストした方が勝ちなんで正直。そこら辺はね、福岡の方がしたたかだったかなというふうに思ってます。本当にね、もったいない失点です。急ぎすぎた結果だと思ってます。相手の方がね、早いテンポっていうのはね、嬉しいはずなんですよ。まあ、それを調整できる選手がいたんですけど、まあ、後から出てきたパレジの方がその辺は修正できそうな気がしますね。63分はいい崩しがありまして、ユーマンもね、素早くクロスっていうのは正解だったと思います。あとは触るだけでしたね。68分もいい崩しありました。あれは、樋口のシュートの場面ですね。あれもね、まあ、まあいいような形でシュートまで迫ったん、ゴールまで迫ったんですけどね、決められなかったですね。まあ、後半ね、半ばから少しエンジンかかってきました。少しね、落ち着いてしまったタイミングっていうのが後半の最後の方ですね。まあ体力的にも最後の方はきつかったでしょうね。結構鹿島は選手入れ替えないでやってきてるんで、まあ F 投戦でね、どう入れ替えてくるかっていうのがポポビッチがどう判断するかですけど、まあ、F 投戦は藤井がいた方がいいんじゃねえかなっていうふうに思ってます。やっぱ右は速い選手がいた方がいいのかなっていうのがありますね。名護土井はちょっときついかな、二人並べるのはっていうのと、二人並べてもいいんですけど、名護がなんかんで、土井が外ももったいないし、逆ももったいないんで、まあ、どっちか一枚トップ下で、もう一人はね、やっぱ松村藤井、まあ藤井の方が私は推してますけど、ですね、の方がまだいいんじゃないかなというふうに思います。前節悪くて、ベンチにも入れてなかったですけど、まあ怪我とかじゃなきゃ何でもいいんですけどね。はい、ということで、続きに、総括ですね。最後の総括に移りたいと思います。はい、総括です。まあ、俺も、私も、さっさと寝たいので、今日はサクサク行きたいと思います。まあ、ビスパンのやりたいことにまんまと乗ってしまった鹿島ですね。鹿島のパスを外に誘導してきました。基本的にはね、これ、うまくいってたんじゃないかなって、アビスパ的には。鹿島は全うまく前進できずに、パスミスやらエラーが起きてしまっていたなっていうところはありましたね。まあ、ハイプレスもね、あんまり鹿島に、得意としてる相手ではないので、ハイプレスされるとやっぱり途端に慌て出しますね。やっぱある程度強度が高いチームだと、できないっていうのは町田戦で発揮されてしまったので、最悪なことにですね。だから、鹿島としてはもっと、できるのになーって、思う部分ではあります。途中でね、崩壊した時っていうのはね、これは福岡の、守備陣形が途中でちょっと崩壊した時がありました。後半の中盤あたりですね。まあこのタイミングでね、決定機2つ作ったんですけど、決められなかったですね。まあこの辺をね、決められると、勝ちに近づくんですけどね、の勝ちが間違ってます。勝ちになってますね。今日の結果が全てですね。結果が出なかったってことが全てなんで、まあ、ビスパのうまいようにやられたっていう言い方で間違いないと思います。まあ、技術のエラーも多いですね。短いパスが引っかかる、まあ、ずれるっていうことはね、頻発しました。相手の守備の徹底ぶりも理由の一つなんですけども、まあ、鹿島としては、この短いパスはずれる、引っかかる、
かる、うまく連携できない、同じ選手、同じポジションに選手が被るとかね、その辺はね、もう鹿島の構造的なミス、技術的なエラーなので、まあこの辺は早く解消したいところですね。で、本来であればね、しにくい鹿島の失点の仕方でしたね。守備の失点っていうか、とで、まあフリーで上げられたっていうのもは悪ですね。めちゃくちゃ悪なんですけど、中での競り合いでもね、もう少しなんとかなりそうだなっていう、相手は後ろ向いてましたからね、結構もっとガツンと当てられるぐらいで近いポジショニングを取るべきだったんじゃないかなというふうに思ってます。まあおーっと、ちょっと待ってくださいね、間違い、引っ張っちゃいましたね。土井名護をまあ、二人並べるのはやめた方がいいっていうのが、前に並べる、二列目に並べるのはやめた方がいいって話で、守備の話だけでなくて、やっぱり攻撃において、右にね、彼らがいるのは利点になってなかったですね、今日は。で、雨の日だから、ちょっといいかなと思ったんですけど、だったら藤井の方がより効いたかなっていう、縦ポンをより、まあ、ボールを蹴っちゃうっていうのは戦略として、正しかったんじゃないかなというふうに思います。なんでね、チャブリッツとユーマ2トップでも良かったと思いますし、ある程度ね、構造的にもう、今日は雨だから蹴っちゃいましょうっていうゲームを割り切ってやっても良かったんですけど、まあ、ポポビッチがね、それを嫌いそうなんで、その辺でね、使わなかった、やらなかったっていうのと、まあ、前日のね、失態的に、まあ、使いたくなかったっていうのもわかるんですけど、今日は雨だからとかじゃなく、普通に藤井松村の方が効いてたんじゃないかなって、効くんじゃないかなっていう、まあサイドね、そんなに足の速い選手が福岡いない印象なので、まあ実際に松村の方が湯沢より全然速かったですし、ってことを考えると、エザーなのかな、グローリーなのかな、ちょっとわかんないですけど、ってことを考えると、やっぱり右に、右、左に1枚早いのを置くっていうのはね、いいターゲットになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ここめがけて蹴るっていうよりかは、ユーマに蹴って、展開して、右前、左前を刺すっていう感じですかね。まあ、ハイパッカーなんで、なかなかね、これもね、うまくやらないと失敗するリスク高いですけどね。まあ、相手のね、ディフェンダー早いっていう選手はいなかったかなっていうのと、まあ、前節悪くても藤井は残してあげてもよかったんじゃないかなというふうに思います。ノーノにはね、また試練がありましてね、高い位置で奪われるのは彼の、まあ、高い位置を取れるっていうのはね、彼の持ち味なんですけど、まあ、もう少し、低い位置でボールをもらってあげてもよかったんじゃないかなっていう、結構上田が脱出場所困ってるっていうのと、ポジショニング的に野々が低い位置にいたら、上田がもう少し真ん中取れたかなっていうところで、なんて言うんですかね、本当に、これは某 X の人が言ってますけど、北関東式ビルドアップですよね。まあ、無駄にセンターバック開くだけ開いちゃうみたいなところですよね。まあ、外回りになるような形とか、そういうことを言いたいんだと思いますけど、まあ、そういう構造になってましたね。まあ、味方のね、左からのボールをね、相手のシャドウに拾われることは多かったですね。ここはね、ちょっともったいないかなっていうのはあります。味方っていう字も違ってますね。まあ、勘弁してください。今日もう早く寝たいんですよ、私も。もう11時になっちゃうよ。基本的にね、鹿島へのね、ファールには厳しく、福岡のファールには寛容に見えたよって、この審判に言ってますね。まあ、カード、レッドでもおかしくない場面ありましたしね。あれがね、カード出なかったんで、あれでイエロー出てれば、まあ、まあまあって感じなんですけど、あれ VR は多分レッドかどうかの判断しかできないんで、まあレッド出なかったって感じですかね。あれはね、見といてほしかったなと思うんですけど、結構ね、審判ね、見えてない場面多くて、関川と相手のフォワードがね、交錯した時もね、結構あれ激しく当たってるように見えたんですけどね。まあちょっと私もね、若干見逃してはいたんで、なんとも言えないですけど。はい、実況解説はね、妙に福岡に寄ってましたね。ダゾーンさん、早くね、副音声でね、会場オンリーのね、会場の音オンリーの放送にしてほしいんですよ。まあ、地方中継じゃないんで、あんなに寄られると、見てる鹿島サポーターは気分悪いっすよね。まあ他はね、他のね、会場がどうかは知らないですけど、まあ少なくとももう少しね、まあ、イーブンな立場に立って、まあ、実況解説はしてほしいかなっていうのと、まあ、福岡は応援番組じゃないんで勘弁してほしいなっていうのが見てて思いました。
はい、諦めてるわけではないんですけれども、現状のまま日程が進めばですね、今季もタイトルを逃すことになりそうだろうっていうのはね、今日のゲームを見て思いました。何しろね、去年からの課題をずっと引きずってます。まあ、今日は3点しか言いません。相手からね、相手が前からかなりいい、うまいハイプレス。まあ、うまくなくても運動量でカバーするようなハイプレスをしてくるようなチームっていうのね、対応が向上しません、一向に。なんでですかね。うまくいかないです。まあ、センターバックの技術以外にも、他の選手の立ち位置と、パスの質など、いろいろありますけれども、全くもって、この相手に対してはうまくいってないっていうのが現状ですね。これをね、なんとかこの質で打開しようってしてるうちは、鹿島はまだ強くなれません。広島みたいにね、うまいことやってほしいんですけどね。はい、まあいいです。またね、鹿島のね、ハイプレスもね、微塵もレベル上がないです。鹿島が今日プレッシャーかけてるチームは全然なかったですね。短期特攻のプレスなんかはありましたけど、基本的には、プレスうまくないですね。ここはね、もう少しね、うまくね、プレスかける練習をした方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ハイプレスはね、夏場にどうしても強度が落ちるっていう弱点はありますけど、それにしたって、この時期にまだこれだけプレスがかかんないのはちょっとまずいですね。相手の方がね、悠々自適にプレイできるっていうのは、やっぱり、この辺があると思いますね。相手に簡単にセットプレーを渡してしまう。はい。本当にね、これは去年も思ってました。タッチラインに逃げるとき、タッチラインでいいんですかね。まあ、コーナーキックになることが多いですよね、鹿島は。今日もね、前半だけで8本 ?10 本あったんじゃないかな。こんなもったいないね、ことはね、しないでほしい。去年もね、安易な、ね、コーナーキックに逃げて安易にですね、まあ、安西だったと思うんですけど、まあ、安西以外にもいるかもしれないですけど、安易に逃げて、失点してたシーンありましたよね。何戦かまで覚えてないです、失点シーンなんで。でもね、ああいうのやられちゃうとね、ほんと見てる方ががっくしで、だし、選手もね、がっくしだと思うんですよ。なんであんなに安易に逃げちゃうのっていう場合ありますよね、結構。いや、難しくても対応的に、コーナーに逃げるのだけは絶対避けた方がいいと思うんですけどね。ということで、今日は喋ってきましたけど、腹立たしいゲームでしたね。つまらなかったです、鹿島サポーター多分。まあ、ゲームの内容も含めてですけど、まあ、勝てなきゃつまんないですね、正直。まあ、選手たちもそう思ってると思うんで、勝ちに飢えてるはずだと思います。まあ、3歩前進するため、4歩前進するための、一歩後退だと思って、次の試合からプラスな思考で、鹿島は戦わなきゃ、絶対に勝てないと思うので、はい、ぜひ、勝つために、すべてのプレーを、サポーターも勝つために、すべて、声を出せるように、戦っていただければな、というふうに思います。まあ、私はね、また当分、鹿島に足を運べないっていうのはね、申し訳ないんですけれども、足を運べた際は、全力で応援しますんで、まあね、その様子もね、動画で楽しんでいただければと思います。ということで、またお会いしましょう。次は F 当選です。さよなら、じゃあね。今後もこのような動画をたくさん上げさせていただきます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。以上、タローマルエンゼルランドスクリーンでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。